でもなんか粘着力があるね、すごい。これ楽しみ。こんな感じに入っております。見た目からしてなんか面白いよね。うん、すごい。じゃあやっほー、皆さんこんにちは、ジュリアです。そして明けましておめでとうございます。撮ってるのはクリスマス前なんですけど、2024年になってますか？年明けだよ、ジャックくん。ジャックも元気です。明けましておめでとうございます。はい、ということで今日は何の動画かと言いますと、こちら、じゃーん、行ってきました、コストコです。今回はコストコでね、年末年始に私がね欲しいものをねいろいろ購入してきました。食材であったり、日用雑貨であったり、ストック類であったり、とりあえずねもうたくさん購入してきたので、今からご紹介していきたいと思います。でまず最初にこのバッグ見てください。新しくない？これいつから変わったんだろう。なんか前はさ、ちょっとベージュっぽくってコストコって書いてあるバッグだったと思うんだけど、今こんなバッグに変わってて、 100% 海に落ちてるプラスチックで作られたバッグらしくって、すごいよね。色合いもすごいブルーで可愛くて、イルカが映ってますね。っていうバッグがね、3個入りのものがレジで売ってて、そちら購入して入れて帰ってきました。まずは日用品から紹介していきたいと思います。まず一つ目こちらです。じゃーん、こちらカークランドのプレミアムタオルです。12ロール入っていて、お値段が3978円です。ここ最近買おうかずっと悩んでたものなんですけど、キッチンペーパーなんですよ。すごいこれね、一個一個が太いのね、ロールが。髪がしっかりしていて、こんな太いの水に濡らしても切れにくくって、私すっごいこの素材が好きだったの、前に使ってて。だからね、来年1年分くらいのストック、まあ1年以上持つかもしれないんですけど、今あるキッチンペーパーホルダーに入るか不安だったので、じゃーん、これに合わせてキッチンペーパーホルダーも新しくしちゃいました。こちらのお値段が1158円です。これはね初めて買ってみたからわからない、使いやすいかどうかとか。お、なるほど、ここのさ中の部分がこう、なんていうの、膨らんでるこの針金っぽいものが入っていて、キッチンペーパー入れたらなんかくるくる回すと音がするんだけど、切りやすいかも、ちょっとここが挟んでくれることによって。こんな感じで、だから片手しか使えない時もパッて切れるのがいいかもしれない。これはね、色がねグレーのものもありました。使ってみないとわからないけど、いいんじゃないでしょうか。ということで、じゃーん、これはもう毎回買ってるやつ、カークランナのバスティッシュです。30ロール入っていて、お値段が2298円。毎回買うトイレットペーパーですね。色が変わったなと思って、最初え、これで合ってるのかなって不安になったんだけど、多分合っていて、なんか調べたらリニューアルしたっぽいのね。あ、じゃあ大丈夫かと思って買ってみたんだけど、なんかねコストコの看板にはシングルって書いてあったの。でも2枚重ねって書いてあるから、多分ダブルで合ってると思うんだけど、そこがなんかね違ったから不安なんですけど、ちょっと開けてみる。やっぱトイレットペーパーとかってさ、薬局でちょこちょこ買うよりもコストコに行った時にこうやっていっぺんに持って帰った方がね楽だからね。あ、2枚重ねだ、ダブルだ、よかった、ダブルです。これも太い感じで、これはもうストックです、完全に大量に買いました。続いてこちら、じゃーん、ジップロック買いました。あ、やばい、ごめんなさい、さっきのペーパータオルホルダー、ごめんなさい、これ1788円でした。間違ったとこ見てたわ、ごめんなさい、訂正します。このジップロックが3098円です。大きさがね、大きいのとこの中ぐらいの大きさのものが入っていて、4個セットなんですよ。大きい方が35枚入っていて、小さいものが48枚入っています。こちらの4個セットです。ジップロックは使うよね、それこそコストコのパンとかを冷凍する時とかに使うし、ノエルジャックとお出かけする時にドッグフードを入れて持ち運ぶ時も結構あったりするので、これもストックとして買いました。ということで、次、グラッドプレス&シールというもので、これはね3個セットになっていて、お値段が2598円です。タランラップみたいなものなんですけど、コストコですごいあれですよね、有名なものですよね。で私もね今まで買ったことなかったの、これずっと気になってて、でもなサランラップ家にあるしなと思ってめっちゃ躊躇してたんですけど、今回挑戦してみました。これがめちゃくちゃいいという噂は聞いててね、もう次行く時絶対に勇気出して買ってみようと思って買ったものです。用途としては本当にサランラップと同じような感じなんだけど、写真であるようにアボカドを巻いてるけど、こんな風にも使えるよと後ろにいろいろ書いてあります。この
後ろを見てみると結構サランラップ以上にいろんな使い方ができそうで楽しみなんだけど、こんな素材ちょっと紙っぽいような素材っていうの、ちょっとサラッとしてる感じで、あ、でもなんか粘着力があるね、すごい。今ちょうどドリンクあるのでやってみます。めっちゃ余ってんだけどね。でもなんかすごい、待って、サランラップよりなんか粘着力しっかりある、ペタペタするもん。これ結構良さそうだよ。なんかたまにくっつかないお皿とかもあるじゃないですか、そういうの不便だけどつかないことがないからいいかも。っていうことで次、まだまだあるの、まだまだある。じゃーん、これはもう毎回買ってるやつ、シルコットのノンアルコール除菌詰め替え用が16個入ったセットです。これのお値段が1848円です。これはね本当に毎回買ってるの、コストコ行ったら。やっぱりあのワンちゃん飼ってるからよく使うんですよね。これはね本体別売りって書いてあるからめっちゃちょうどよかったんだけど、本体はいくつか持ってるからこれだけ欲しくって中身だけ購入しました。ていうことで次こちら伊藤さんのフェイシャルタオル6パックでお値段が1799円です。最近フェイシャルタオル一つだけ買いまして、もう私もね普通にタオルでガシガシ顔拭くんじゃなくてちゃんとこういうもので拭こうと思って買ったんだけど、それ普通にスーパーで買ったけどやっぱこれの1個より値段は高いなと思って、その時は確か600円ぐらいだったかな。だからこっちの方が全然お得だなと思ってストック用に買いました。まだ使ってないからあの生地感とかは分からないんだけど、ちょっと使うのが楽しみです。続いてバブリーズの防カビ剤、ここに書いてある通り、カビとぬめりを生えにくくする置くだけかけるだけというものですね。でこれがね6個セットになってます。約36週間分って書いてある。これはねあの普段から使っているので購入しました。お値段が2588円です。次じゃん、もうめっちゃ生活雑貨。これはキュキュッとクリア除菌エコペットボトル、すごいめっちゃ柔らかい。これ 1380ml 入っているものです。お値段が528円。いつの間にかなくなっちゃうことが多いからね洗剤って、先に買っときました。続いてこちら、じゃーん、ボールドのジェルボール110個入り、これのお値段が2398円です。これはもう柔軟剤効果も入ってるものなんだけど、たまにこれにプラスして液体の柔軟剤も入れたりしてあの合わせて使ったりしています。ストックです。続いてこちら、じゃん、デラックスブルームちりとりというものでお値段が1978円です。お掃除用ですね完全に。今のお家一応ベランダがあるんだけど、そこのお掃除をまだ全然しきれてなくって、こういう外用のほうきがなくってね、もうそろそろベランダ活用していこうって話し合ってて、ちょっとこれからねベランダを楽しく過ごせるようにお掃除して、その後ちょっと整えて雨の日とかでノリジャックお散歩行けない日でもベランダで遊べるの楽しいのかなと思って、そんな感じで話していて、まずお掃除からということで買いました。なんかすごい良さそうなんだよね。ほうきとちりとりになっていて長さも伸ばせるらしい。結構良さそうじゃない。で日用品最後かな、こちらじゃーん、ケファールのフライパンを買いました。これ実際に出してあるものは店頭に置いてあったからそれをすごいじっくり見てたんだけど、あ、お値段言ってなかったかな。お値段がね2980円です。お料理に使えるもの買ったの初めてかも。お皿とかコップとかも買ったことなかったと思う。これはねなんで買ったかというと、びっくりなことに蓋のついてるフライパンが一個もないの。今まで蓋付きの料理するときはいつもアルミホイルを上にこう置いてたんだけど、この前なんか料理してるときに、あ、これは絶対蓋付きがいいだろうなっていう料理があったのね。でもそれ見た瞬間もう絶対近々買おうって決めてて、であわよくばコストコにあればいいなと思って行ったらあったので買いました。ティファールのものなんですけどこんな感じです。これがね大きさが22センチになっています。深さがあるんですよ、こんな感じでね。だからフライパンとしても使えるし、ちょっと鍋っぽいお料理とか煮物とかにも使えるよみたいなもので、蓋はこんな感じでベージュっぽい取っ手になっていて、
取っ手の部分もベージュになっててなんか可愛いなと思って買いました。これの隣にティファールの7点セットみたいな感じで取っ手が取れるものあるじゃないですか。そっちを買っちゃおうか悩んだけど、結局とりあえず今は1個でいいやと思って、他のフライパン使えるものも全然あるしと思って1個にしました。これ楽しみ、深いからね、シチューとかカレーとかスープ系とか鍋とかできそうで嬉しいです。いろいろ使えそう。ちょっと私は飲み物をいただきます。今日乾燥すごいの。そしたら続いての食品系に参りたいと思います。プチッと鍋ボシュアソートというものです。お値段が1348円です。濃厚味噌鍋、キムチ鍋、寄せ鍋、アサリとホタテのうま塩鍋、豆乳ごま鍋、5種類入ってるんですよ。もう今の季節にぴったりじゃんと思って買いました。おお、なるほど。じゃん、こんな感じに入っております。こうね、一つがなんだけど、寄せ鍋だけ2パック入ってるの。それ以外は1パックなんだけど、すごいよね。ちょっとお得か。今夜もね、どれか寄せ鍋かな、2つあるから寄せ鍋したいと思います。冬といえば鍋だからね、私鍋大好き。そして見て、めっちゃ重い。なぜか今日はこちらに入ってるものが全部食品なのでご紹介させていただきます。いや、これ絶対下ろした方がいい。あげた。じゃーん、みちょ3本セット、お値段が1788円です。パイナップル、マスカット、カラマンシーの3本セットです。私よりもこちらはもう浩平さんが大好きなんです、みちょは。なので購入しました。でもすぐになくなります。これものすごく飲むんで、みちょはいつも絶対買う。続いてこちら、じゃーん、花畑牧場のブラータチーズ4個セットです。うー、4個セットだよ、すごくない？お値段が1398円。じゃーん、大好き、めっちゃ嬉しい。もう本当によくね、ブラータチーズ食べるんですよ。多分ね、太ると思うんだけど大好きなの。だからチーズに入れたり、あ、チーズじゃない、サラダに入れたりパスタに乗せたりして食べたいと思います。ちょっとだけ賞味期限早いから急ぎ目で消費していきたいと思います。太りますね。ということで次、なんかさ、このコストコのレシートがさ、普通のお値段とクーポンお値段みたいなのがあって、私値段も間違ってる可能性あるんだよね。めちゃくちゃ申し訳ないです。見方が難しい。続いてこちら、フィラデルフィアのクリームチーズ3個セットです。でこれのお値段が1158円です。クリームチーズはよく使うんですよ。毎朝食パン食べるんだけど、その時にジャムと一緒に塗って食べるのね。ちょうど3日前ぐらいにクリームチーズなくなったんだけど、スーパーで買うのを我慢してコストコで買おうと思って買ってきました。ということで次、続いてちょっと勇気出して買ったものです。こちら、じゃん、久世福商店のいぶりがっこタルタルです。めっちゃ大きいんだけど、 455g 入っていて、お値段が1158円です。これさ、どうしよう、でも絶対美味しいよねと2人で話しておりましたので、なんか揚げ物につけても絶対美味しいし、サラダのドレッシングとかローストしたお肉などにもよく合いますって書いてあるの、いろいろ食べてみようと思って。絶対美味しいじゃん、いぶりがっこタルタルなんて。いや、太るものばっかり。ここからももちろん太るものばっかり出てきます。よろしくお願いします。続いても初めて購入しました、こちら、じゃーん、本当にコストコで毎回見かけてたんだけど、ウォッカの白いプリン6個入りというものですね。見た目からしてなんか面白いよね。お値段がね、978円です。だから1個100円以上するちょっとね高級なものではあるんだけど、誰だっけ、誰かが紹介してたの見てすっごい美味しいって言ってたの。その時になんか濃厚って言ってて、だから買ってみた、気になってたんだよね。でこれをなんか針の細い、なんだろう、フォークとかに刺すのかな、でプチってこうお皿に出て、この上にあるカラメルソースをかけて食べるものなんですけど、絶対美味しい、もう早く食べたい。続いてこちら、ミニカマンベールチーズ10個入りです。お値段が1158円です。これほんとその通り、ちっちゃいカマンベールチーズなんですけど、結構ねカットしてサラダに使ったり、あと私ちょっと前にトマトすき焼きみたいなのしたんだけど、すき焼きの中に何個か入れてチーズに絡ませて食べるのも美味しかったし、あとアヒージョ、この前
んも作ってたと思うんだけど、アヒージョの真ん中に置いてカマンベールチーズアヒージョにしたり、結構いろいろ使えて美味しいのでまた買いました。続いてじゃーん、はい、こちらオーガニックバナナ、お値段が280円です。結構バナナもね毎回買うと思うんだけど、コストコのバナナ大きいので昨日買った時には緑だったんだけど、だんだんもう結構黄色くなってきてるから、黄色くなった瞬間に急いで食べていかないとちょっと危ないですねっていう感じなんですけど、ちょっと前にまたフルーツミックスジュースみたいのを作ったのね、みかんとバナナとヨーグルトと牛乳と、それがすごい美味しかったから最近またミックスジュースハマりそうだなっていう流れが来ております。ということで次、続いてこちらじゃん、バリバリ職人という海苔です。和風だし味、これが 60g 入っていて、結構箱は大きい感じなんだけど、お値段が1098円です。これちょっと食べていい？めっちゃ食べたかったんだよね。1枚ずつが普通の海苔よりもちっちゃいっていうのかな、なんかご飯に巻くような感じじゃなくって、本当に海苔をこのままおやつとして食べてくださいっていうイメージではいるんですけど、バリバリするかな。本当に見た目韓国海苔みたいにちょっとね、こう凹凸があってデコボコしてる感じ。じゃーん、いただきます。うん、すごい、うん、ちょっとピリ辛、すごい硬い、美味しい、うわ、おやつにいい、美味しいし、味がめっちゃしっかりしてる。普通の味付け海苔より濃い味が。これからの季節にお餅とか食べるじゃないですか、その時にこの海苔で挟んでちょっと醤油垂らして食べるのも美味しそうだなと思って、めちゃくちゃバリバリ職人。じゃーん、お餅買いました、買っちゃいました。ヤヘイの幻の餅、1キロ入っていてお値段が1498円です。私の大好きなお餅の季節、毎年なんだかんだ名残惜しくって、2月ぐらいまではお餅を食べ続けているので、これから顔がどん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 丸くなっていくかと思われます。買ってしまいました、ついに。こちらじゃーん、奈油粒入りマスタード 845g 1158円です。買っちゃいました、ついに。見てこの大きさ、おっきい、ぎっしり粒マスタード。多分ちょっと前に粒マスタードハマってるんですよって話したと思うんですけど、その通りハマっているんです。今消費できるのか、まず開かない、もう開かない、諦める、消費します、必ず。粒マスタードに合うこちら、じゃーん、アップルスモークドフランク 837g。 何個入ってんだろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本、9本入っているもの買いました。これのお値段が1198円です。これやっぱ有名だよね、リンゴのソーセージとリンゴのベーコン。粒マスタードに合うもの食べたいということで、これ自体何もつけなくても甘くて美味しかった記憶はあるんだけど、絶対粒マスタードに合うでしょということで買っちゃいました。よく続いてこちらです。じゃーん、オーガニックエクストラバージンオリーブオイルスプレーでございます。2本入っています。これがね、1つ 368g の2本入りで、お値段が2088円です。これもすごいね、見たことあったんだけど、今まで買うっていうことが頭になくって、初めて買ったんだけど、今ちょうどオリーブオイルなくなってたのね。たまにこれ YouTuber さんとかでクッキングするときにフライパンにシューってしてるの見かけてて、めっちゃいいじゃん、まんべんなくこのオリーブオイルが行き渡るのいいなと思って憧れてたんですよ。これを機に買ってみました。お料理の時に使ってみたいと思います。ということで次、あ、もう少ない、ゆうくんワンしないよ。続いてこちら、ダーン、バラエティクッキー24枚入りっていうものを購入しました。ダークチョコチップ、イングリッシュトフィー、チョコマカロンっていう3つの味が入っているセットです。お値段が1598円です。やばいね、もう。でもこれ温めて食べると美味しいんだよね。だから私は丸々1個はさすがに食べないの、1回で半分とかにはするんだけど、そしたらもうなかなか減らないから、これも多分冷凍にするんだけどね、制限しながら少しずつ食べていこうと思います。ラストです。じゃーん、もうね、
大好きこれ。バラエティベーグルで、ベーグルは絶対に2つ買わないといけないものなので、チョコレート、シナモン、チーズ、プレーン、ブルーベリーの4つの種類があって、私はチーズとブルーベリーにしました。で、お値段が880円です。え、安くない？え、安いね。1パックに1、2、3、4、5、6、6個ずつ入っているから12個ですね、全部で。本当にこのコストコのベーグルがもう大きくって、まず一つ一つ、そしてチンして食べたら外がなんかサクッとして、中がふんわりもちっとしてて、めっちゃ美味しくって好きなの。だからちょっとこっちはね、あのクリームチーズとブルーベリージャム塗ったりして、甘い系が食べたい日に食べて、こっちはあのチーズが上に乗ってるので、中にちょっとなんかレタス挟んで、トマト挟んで、またチーズ入れて、ちょっとなんかしょっぱい系とかにして食べたら美味しいんじゃないかなと思って、サーモンとかも美味しそう、スモークサーモン入れたいみたいな感じで買いました。ということで、以上私のコストコ購入品の紹介でした。気になるものはありましたか？今から年末年始を迎えるということで、私がね、今回ね、ストックとして欲しいもの、そしてお掃除道具だとか、新しくね、あの迎えたものだとか、食べてみたかったものだとか、とりあえずいろいろ購入してみました。これから出るのか、もう出てるのか分かんないんですけど、食事 Vlog を撮ろうと思っていて、そこでね、いくつかまたね、紹介出てくると思うので、ぜひそちらも見てくれたら嬉しいです。ということで、今日は私のコストコ購入品紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。